Hi, everyone. This is t o k i ヴ v a m p i r e 吸血鬼と聞いてヨーロッパをすぐに思い浮かべるんですけれども実はアメリカにもヴァンパイア伝説、吸血鬼騒動というものがありました。それでもヨーロッパから吸血鬼がアメリカに渡ってきたと言われております。それはニューイングランド地方で起きてしまったヴァンパイアパニックです。ニューイングランド地方っていうのはアメリカのニューヨーク側、 ニューヨークの近くにある6つの州を指して言いますそこにイギリスからの人たちが最初に到着したんですねそこからどんどん広げていったということでニューイングランドは今のアメリカを形作った最初の州とも言われておりますその6つの州はコネチカット州メイン州マサチューセッツ州ニューハンプシャー州ロードアイランド州バーモント州です1990年 その6つの州のうちの一つコネティカット州グリスウォールドという町で男の子たちが遊んでいましたするとお墓を見つけたとお母さんに言ったんですね、まあ、お母さんは半信半疑でしたところがほら骨があるでしょうと頭蓋骨をなんと子どもたちがお母さんに見せたんですねパニックになったお母さんは警察に通報しますするとそこに古いお墓があったことがわかったんですそれも、 何十個のお墓なんですねそういった目に見えないもう埋もれてしまったお墓というものがその田舎のあたりに無数に存在しているとも言われておりますコネチカット州の考古学者ベラントーニさんは警察とともに発掘に入りその子供たちが見つけた骨は100年以上前のものということが判明しました この時、その墓地からは多く子供たちの骨が見つかりました。ところがその中に一つだけ不思議な作りをしたお墓があったんです。その地下に深く掘って、そこだけ立派ななんか石の蓋がこうバーンと置かれてあったという。で、そこには光る真鍮で JB と掘られていました。それを慎重に発掘したら、 50代ののの男性骨骨が見つかかったたんですそれれも頭蓋骨は胸の上に置かれてました調べるとこの男性が亡くなって5年ほど経ってからこのお墓が掘り出されその時に首を蹴り落としその胸の上に置いたんだろうとこれは古くからヨーロッパに伝わる、まあ、一つの種類なんですけれども吸血鬼を埋葬する際のやり方だみたいなことが まあ研究されているわけなんで、もしかしたらここで吸血鬼騒動が起きていたんではないかと推測されたんです。吸血鬼だと目された人物の埋葬方法はいくつもあるそうなんですが、まあ中にはマサチューセッツ州、これアメリカの州なんですけれども、発掘されたお墓の中で見たら、その吸血鬼と言われた人物がひっくり返ったまま、 その上に寝かされてた顔を下に向けてただひっくり返しただけでそのまま埋葬していた事例もあるそうです中にはその,その人が亡くなって埋葬されて半年1年2年ほど経ってからそのお墓を掘り起こし心臓を取ってもし残ってたらですね心臓を取ってその心臓を焼くという儀式をする場合もあるそうなんです なぜこんなことをするかというと人々が本当に吸血鬼を恐れていた。なぜならその当時結核がすごく流行っていてこの田舎の方で4分の1ほどがどんどん結核でなくなっていた時代だったそうなんですねすると元気だった人が突然風邪のような症状が出始め風邪だからやがて治るだろうと思っていたらずっと長引き 体重がどんどん減って痩せていき、咳は止まらず、やがて咳に血が混じるようになり、そして死に至るという恐ろしい病、まあ、この結核がですね、一人家族の中で結核の患者が出たら、どんどん他の患者にも移っていって、 一家全滅っていうことも珍しくなかった。すると、目に見えないものに捕まえられて家族が死んでしまったというふうな迷信を信じて、それは、その血を吐くっていう行為が、それがもう吸血鬼と結びついてしまうんですよね。吸血鬼はその人の体内の血を吸うと言われており、だから血を吐くんだということで結核で死んでいく人たちと吸血鬼が結びついてしまった。 今では結核は薬で、まあ、半年から1年ぐらい服用すると完治する治る病気となっておりますが当時はまだまだ解明されておらず怖い病気だったんですね今から200年以上書かれた文献の中に結核の症状を書いてある一文があってそれはどんどん痩せていき顔から血の毛が引いていく。 何かかかに体内の血血を吸われれたたたよううな症状ととと書ててるんですねやはりそいいいっっころから吸血鬼と結びついていった実はこの結核っていうのは結核菌という菌に感染することにより、まあ、誰でも発症してしまう病気なんですけれども1882年にすでに結核菌は発見されているんですがそういったニュース医療の進歩というのはしばらくこういった田舎の農村部には届いていなかったんですね。 そしてたとえその知らせが届いたとしても薬によるこの治療が可能になったのは、まあ、それから60年後1940年代になってからなのでもしそのニューイングランド地方の一つに数えられるロードアイランド州エクセターという場所に住んでいた少女マーシー・レナ・ブラウン。 彼女はアメリカのバンパイア伝説、吸血鬼伝説の元となる少女と言われております。ロードアイランド州はニューヨークから車で4時間ほど行ける場所なんですが、田舎はまだまだ深い森に覆われております。そのエクセターも小さな村でした。彼女は家族からレナと呼ばれていました。時は19世紀末です。他のニューイングランド地方と一緒で、ここも人口がまばらでした。 南北戦争の戦死者がたくさん出て、それぞれの村は大きな打撃を受けていたんです。その間、鉄道が開通し、西側に大きな土地があると、まあ、知れ渡ったんですね。カリフォルニアとかそういったところなんですけれども、そこを目指して若者たちが自分の村を出て行って離れていったんです。1892年、レナは亡くなりました。レナが亡くなったこの年、 エクセターの人口はわずか961人にまで減少していました。一番栄えていた時は2500人を超えていたのに、もう961人にまで、まあ、減少していたんです。農場はすべて放棄され、多くはアメリカ政府に委ねられました。政府は、まあ、仕方ないとしてほとんどの家や農場を焼き払ったんです。 すっかり街はゴーストタウンのようになりました。それでも、わずかの人々は暮らしていたんです。19世紀の治療法は、黒砂糖を水で溶いて飲んだり、まあ、頻繁に馬に乗りなさいといったことで、まあ、それでどうしても病気は治らない人はどんどんなくなってしまったんですけれども、この時、1882年12月、レナの母親メアリーが倒れたんです。 そして亡くなりました。結核だったんです。そしてレナのお姉さん、その当時二十歳だったんですが、後を追うように翌年亡くなっています。レナはそれから10年ほど経って亡くなっているんですけれども、まあ、この時レナが非常に最後苦しかったと、その結核にやはりかかって苦しかったんだけれども、もう神様を信じて、 大丈夫だということで、まあ、亡くなっていった、みたいなことだったんですね。で、町の人々はもう少なかったんですけれども、みんなレナのお葬式に出てくれました。そして、エクセターのこの村の、ジェスナットヒル墓地というところに静かにレナやその家族は眠っています。レナが亡くなってすぐに、今度はレナのお兄さん、エドウィンが結核に倒れ、瀕死の状態になります。 近所の人たちは噂しました。なぜ家族が次々に吸血鬼に吸われたように顔を青白くして死んでいくんだと。もしかしたら本当に吸血鬼となっていて、このお兄さんも妹レナがこっそり血を吸ってるんではないかみたいなことになり、お墓を暴いてですね、まあ亡くなってまだ半年経ってなかった頃らしいんですけれども、もし血液が少しでも残っていれば、それをお兄さんに飲ませることにより、 お兄さんが治るんではないかみたいな話になり、それを、まあ、お墓を暴いたんです、レナの。で、その時冬で、レナはまだまだ、まあ、肉も残ってたし、なんて言うんですかね、綺麗な状態で眠ってたっていうんですね。やはり人間ではないから、なかなか腐らないんだ、みたいなことになり、結局レナは心臓を取り除かれ、 その心臓は焼かれたんですけれども、少しだけお兄さんにかじらせたっていうんですね。で、その時、吸血鬼の心臓を焼いた、その香りですよね、煙。それを吸えば、その、なんて言うんですかね、結核も治るみたいな迷信もあってですね。まあ、これはすぐに大きなニュースになったんです。普通、その田舎の小さな出来事であまり話題にもならないのに、この時すでにもう、 あまりにもこれは古いやり方でどんな迷信にこの村は縛られてるんだと問題視した新聞が記事にしたため全米でで問題視になったんですこれは何なんだとところがその村を調べるとほとんどの人が教会を信じていなくって結局古い迷信に縛られてたっていうことがまあ分かったということなんですけれども。 結局、レナのかわいそうな最後があまりにもかわいそうで、それでみんなが治ると信じたお兄さんも、それから2ヶ月もしないうちに亡くなってしまったんですね。で、これはなんだということで、まあ、今もレナのお墓は静かにロードアイランド州のこの村にあるんですね。村の名前はエクセターです。 そして今もレナを吸血鬼だと信じる人もいれば、かわいそうな少女として、お墓参りが盛んなんですね。で、アメリカの吸血鬼のもとということで、吸血鬼に惹かれた人たちは、わざわざロードアイランド州のこのエクセターの村にやってきて、レナのお墓参りをするので、まあ、そこにですね、自分の名前を刻んだり、その鎖につながれたお花のペンダントを置いていったりですね、 最近ではレナのお墓参りをしようと10代のカップルがオートバイで来てたんですね。でお墓参りをして帰ろうとした時にそのオートバイのコントロールを失って2人ともぶつかって亡くなってるんですオートバイの事故で。で危ないですから気をつけてくださいみたいなことは村の人たちは言ってるんですがこの小さな、まあ、ロードアイランド州にあるエクセターという村に今もレナの子孫は暮らしています。 で、その家族の宝物として、レナが亡くなる前に作った、 キルトがあるんですね。まあ小さな布を縫い合わせた。それが本当に10代の女の子が作ったとは思えないほどの完成で、すごく美しく作られてるそうなんですね。まあ質素な、その花、花柄らしいんですけれども、それはきっと早くに亡くなったお母さんやお姉さんのワンピースとかを継ぎはぎして作ったんだろうと言われています。早くに母親やお姉さんが亡くなったため、 きっとレナは自分で家事を切り盛りし、そういった縫い物もきちんとできるような女の子に育っていたんだろうと言われています。まあそういった話を聞くと、本当にレナのことを、まあ慕ってですね、思って今もアメリカ中からお墓参りが盛んなんですね。ですからそのレナは今もたまにその墓地に現れるとか言われるんです。さらにもう亡くなってしまう死の淵にいる人の その病床に現れるとも言われてるんですね。その近くでお亡くなりになりそうな人のところに、レナがふっと枕元に立って、大丈夫だよと言ってくれるそうなんです。死ぬことは怖くないよと、そのレナは言ってくれるそうなんですね。まあそんな優しいレナ、まだこの世にいらっしゃるのであれば、まあ早く天国に。 言ってほしいなとも思います。まあ、今回はアメリカのバンパイア伝説のもと、少女レナの物語を、まあ、お話をしてみました。ものすごく古典の吸血鬼ドラクナの中に、ドラキュラの中に、ルーシーっていう吸血鬼みたいな女の子が出てくるらしいんですが、レナがモデルではないかとも言われてるそうです。まあ、トーキーでした。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。